国鉄補機5700経過車は1965年から製作されたセメント専用の40トン石発破車である。セメント専用発破車として初の40トン石車として登場した。本系列は1965年から1973年にかけて東洋講義。 日本車両製造に手に形式合計648両が製作されたが、その後の造備は並行して製作されていた多岐1900型が標準化したため、そちらに移行している。製造時は、日本国有鉄道1987年の国鉄分割民営化後に日本貨物鉄道に車席を有した。メーカー間の40トン席セメント専用車の 開発競争の中で生まれた形式で、1965年から1973年までに626両が製作された。東洋後期製と日本車両製造製では、形態が異なる。前車は、補機3500系以来の箱型車体で、各部を丹念に軽量化して40トン席を確保したものであるのに対し、 後者は日本車両独自開発による大枠重量と、ホッパ体を一体化させた独特なホームベース型の軽量車体を特徴とする。二役方式はエアスライド式で、台車はベッテンドルフ式に軸ボギー台車を装備し、初期型は板バネ式の t r 四十一 c 後期型は改良型の t r 四十一 g に変更したが、保機65,736以降は、 tr41e-13 に改造されている。なお、保機55786保機55799は欠番である。各年度による製造会社と、両数は次の通りである。保機7500型は、保機5700型と同一の車体構造で、200方式が異なっていた。 1967年に8両及び1968年14両の合計22両が日本車両製造支店にて製作された。200方式はエアスライド式の他にスクリューコンベアを備えたため別形式となった。台車は板羽式の TR41C。1987年4月の国鉄分割民営化に際しては 保機5 7 0 0系5 6 5両、保機7 5 0 0系1 9両が JR 貨物へ継承され、1995年度末時点では、保機5 7 0 0系5 5 1両、保機7 5 0 0系3両が現存していたが、以後は鉄道によるセメント輸送の衰退により、廃車が進み、保機7500型は2003年度に形式消滅した。 補機5700型は2010年4月1日時点では27両が在籍していたが2006年3月に全社が運用を終了している。国鉄のセメント輸送が行われていた主要区間で運用され、大手、中小私鉄にも直通していた。秩父セメントでは国鉄東武鉄道、または国鉄秩父鉄道といった工場専用線の直通運転を多数。 運転していた。そのため一部の車両については、東武鉄道に車席を置いて、運用に当たった時期がある。2003年頃までは、JR 三義鉄道への運転があった。保機25,767が、三義鉄道と藤原駅前に、生体保存されている。電気車研究会、鉄道ピクトリアルナン、no. バー840、増幹鉄道車両年間 P107。 ありがとうございます。